ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンの三国です。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのように神に出会い信じたか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を伝えています。今回は30年前に知り合った友人、イギリス人ルースをご紹介します。彼女とは以前に学校のルームメイトとして出会いました。顔が小さく、足が長く、モデルのようなスタイルで、そしてとても個性的でキュートな女性でした。また、絵の才能があり、プロをもうならせる作品を描きました。最初は彼女の個性的な髪型と服装と生活スタイルの違いに驚き、戸惑い、ルームメイトとして一緒に暮らすことは試練だと思いました。しかしすぐにとても仲良くなり、いろんな話をするようになりました。その時彼女から聞いたエピソードをお話ししましょう。私はイギリスで生まれ育ちました。私の母は熱心なクリスチャンで、幼い頃は一緒に教会に行っていました。小さい頃から独自障害、英語でディスレクシアがあり、学校の勉強に全くついていけませんでした。文字がぐちゃぐちゃに見えるのです。ですから私は学校に行かなくなりました。だんだんと道を踏み外し、やがてタトゥーを入れ、髪の毛も坊主にしたり、赤く染めたりしてヒッピーとなりました。毎日ヒッピーの友達とたむろし、10代にもかかわらず、お酒、タバコ、ドラッグをして過ごしました。ところが10代の後半のある日、教会の近くを歩いていた時のことです。小さい頃は母と一緒に行っていた教会ですが、もう遠い昔のように感じました。ちょうど教会の前を通った時、なぜか私は吸い寄せられるようにその玄関のドアをそーっと開けました。今まで何年もその前を通ってきましたが、一度も立ち止まることも開けようとしたこともありませんでした。玄関を開けた時、中から祈っている声が聞こえてきました。どうかルースがイエス様のもとに帰ってきますように。数人側になって祈っている光景が目に入ってきました。私のこと？衝撃が走りました。その祈りの輪の中に泣いて祈っている母の姿がありました。ほとんど家にも帰らず、好き勝手に生きてきた私のためにこうやって祈ってくれていたんだ。驚きととてつもない大きな愛に感動し、泣き崩れました。私は部屋の中に入り、母のそばに行きました。母は私が突然横に立っていたので、とても驚いていました。私は今まで反抗ばかりしてきたことを謝りました。そして、イエス・キリストにも自分勝手だった私を許してくださいと祈りました。その日から私は変わりました。その後、母の勧めもあり、私はイエス・キリストのことを深く知るために、イギリスからハワイの宣教の学校、ユース・ウィザ・ミッションに行きました。しかし学校に行きましたが、文字が読めません。授業を聞くこと、話すことはもちろんできます。独自障害のため、聖書が読めないのです。私はイエス様に祈りました。すると他の書物は読めないのですが、子供の聖書、チルドレンバイブルだけ読めるようになったのです。奇跡です。私は嬉しくて、一文字一文字指でなぞりながら読むようになりました。
このエピソードには続きがあります。イギリスで付き合っていたルースの恋人が登場します。次回もお楽しみに。聞いてくださったすべての人に神様の祝福がありますように。